課長月田山還元完成13年1月18日は、江戸時代中期の画家である、江戸麻布に生まれる。本名は馬、毛広し、字を文系、通称大、太郎、ゴンの助。幼名は、伊賀丸、兵部次郎、大太郎など。豪の還元は、麻布の還三坊に生まれたことからという。また17世紀のバロック画家番大工にかけ、ハンドロガメと合した。 父うまみ治療も、画家で、祖は民国に起源を持つ。実母は、還元4歳の時母子マ母,母、馬場氏に育てられる。父から画を学び、自ら、中国北州画を研究した。画風には、陳南品の影響も見られる。他に文朝の死としても知られるが、むしろ互いに影響を及ぼしながら、画の研鑽をし合った関係にあった。年には、文と関王寺にて、 古賀漢画会を模様してその模様を祝図録、書画交換として刊行している。田野村畜伝は山中人情絶の中で還元の画を高く評価しており、もし長生きしたなら谷文長と名声を二分したであろうと実戒している。一方で蘭学の影響を受けて洋風画の研究を行っている。森島なから、高盲雑話、万国神話などに、 獅子図などの挿絵を提供し、ローレンス・ヘイステル像に代表されるパステル画の作品も残されている。完成13年、35歳にて没する。方言寺に葬られる。古間源先生歩行馬服の日は、イボ帝の馬道輝きによって建てられた。林なせず、金星早とがし、雲もしす筆、山水図は、主ただし、人物図は、クレイ、課長図は、 林や同時に、大分身、旅手ぶり、車すわ雲、も、超金霊、超平山、超玄武らを交えて、独自の画風を目指すと、友人への手紙の中で述べている。ありがとうございます。